あなたがヤミちゃんの妹だというのなら、私にとっても妹だもの。何言ってるの？バカみたい。私は兵器だって言ってるじゃない。マスターから命令さえ出れば、あなたなんて一瞬で。あなたは今この町で人として暮らしている。ヤミちゃんもそうでしょ？それはマスターの命令で仕方なくだよ。ここは私たちの本当の居場所じゃない。メア、メアがこの町からいなくなったら、ナナがすげえ悲しむと思うよ。ナナちゃん、闇だって変われますよ。どんなに自分を兵器だと言っても、あなたには心がある。私もあなたと心からのお友達になりたいと思ってますよ。私人見知りで友達少ないですから。